成80周年を記念して、山川豊改め豊川豊が豊川市を PR、 1年間その活動をお伝えします。豊川って80周年が豊かだ。本日行われたイベントは豊川花マルシェ。東三河地域の素敵な花が勢ぞろいします。そんな中現れた人気急上昇のこの男、ゆさかだ。80歳を迎えた方々をお祝いするために駆けつけました。本当にこんな幸せになって豊かだなと思いまして、私の体も豊かになりました。本当にいろいろと豊川市では感謝しております。おめでとうございます。花を贈りということで、4人の80歳の皆さん、本当におめでとうございます。今も来る間に、10人ほどの方が、写真を撮ってくださいということで、ひょっとして稲林よりも人気が出そうな感じがします。だけど稲林、一緒にこの豊川市を盛り上げましょう。よろしくお願いしたいと思います。ありがとう。バイ。ちょっとセーブ方向に子供にも大人にも大人気の豊川豊か。おお。豊か。まだ。豊かぞ。続いて向かった先は豊川豊かとファンとの交流会です。たくさんのファンとの記念撮影。次、バイバイ、またね。するとそこへまさかの人物が。おう、小一郎。小一郎。なんとこの衣装、小一郎くんのお母さんのすべて手作り。こちら、こちら、ありがとう。暑いやろ。暑くない？大丈夫？たくさんのファンと触れ合うことができました。午後には、なんと中京テレビのキャッチのロケに参加することに。あ、豊川豊さんです。どうもどうも。待ってましたよ。どうも、こんにちは。気象予報士の石橋と申します。どうも。うわ、すっごい。テレビで見たけど、本人見るとすごいです。この見て、この頭かっこいいでしょ。いや、本当にね、もうこれ撮ったら誰もわからない。名店町屋さんで名物いなりをいただきます。だからさ、これだよ。いや、何？これをおすすめなんだよ。え、嘘、本当に言ってんの？本当だって。本当に言ってんの？本当だって。いや、俺もそうだ。冗談で言ったんだけど。俺もそうだったの。俺これ最初に食べたの。これめっちゃくちゃうまかった。ありがとうございます。本当に。僕は普通のお稲荷。あ、来た。そうだ。来た。うわ、すごい。ほら、いただきます。うん。俺の全然合う。あれ、嬉しい。クリームチーズがいいんですね。そういうお稲荷さんって合うんですよ。合う。意外と合わない。びっくりした。これこのうまいね。いや、そんなことよりかもう豊さんの食レポうまいですから。いや、どうぞ。じゃあこのお家を食べていただいて。これは何でしたっけ？一人気のマリネです。マリネ、はい。マリネって何だっけ？豊川市でおすすめのラーメン屋を聞いて回ることに。
ついにおすすめのラーメン屋を聞き出すが、ですね、この信号を向こう方向に向かって、はい、で1個目の信号があるんですよ、はい、ほぼ100メートルぐらい右側です、はい、まあまあ遠いじゃんこれ歩いていくの？歩いていかないです、車で行きます。石橋さんとラーメン屋へドライブです。やってきたのは2代目ガチそば道場、強しの塩ラーメンをいただきます。フランス料理ね。え、これだったら2杯いけるね。いや、いっちゃう。いや、ほんとに、ほんとに。で、豊さんがすごい食欲が。いただきますね。うん、もっちもちもちもちなんですよ。何これまた全然違う、スープだけど全然違う。やっぱりスープと麺を一緒に食べないとこの美味しさが。そうですね、すごい食ってんな、俺すごい食ってんな。食べ近くにあった、豊川市役所の近くにあった、あれだけ美味しいです。ありがとうございました。すいません、もう本当にゴミリってなんか初めてじゃないって。いや、ね、僕実は初対面の方とか結構緊張しがちで、でも豊さんすごい優しい方だったんで、いや本当にびっくりした。本当に豊さんのバイタリティがすごい。もうあっちだこっちあっちだこっち、もうカメラ関係そういう、そういう取材しない感じですね。カメラはもうあると思ってるから大丈夫勉強になりますね。カメラはあっちゃいけないと思っちゃいけないですね。豊川は本当にいろんなものいっぱいあっていいですね。本当ですね。まだまだやっぱりね、海があり山があり川がありね、海のもん。ああ、海もね、海に近いからね。だから自然が豊かだから美味しいものがいっぱいあるんでしょうね。だからそうで、豊川をボンボンボンと、はい、僕も協力できれば協力しますので、盛り上げてます、はい、本当に今日もいい、ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。いった、終わったことこれでね、何回ね、血出しちゃったからね。ごめんなさい、これすごいか、これ武器になるんじゃない、これ豊か、豊かかったみたいな、これマジで痛い。